会の中で圧勝を見せつけるのか。第4組予選のタイムからしても一番その上がりタイム近いタイムの対戦となります。この第4組です。小林がイニシアチブを取る形で進んでまいりましたが、加瀬花子はどう動く。直線に入ってくるところ3コーナー並びかけるが、小林優香まだ譲っていない。